はい、大連です。はい、EF65 の1000番台10連で、ちゃんと連結をしてください。はい、出発進行。トミックスの 14型ですね。はじめこっちの三段寝台の14系しかなかったもんで、まあ後から2段寝台の14系15型が出てから、こちらが14型と言われるようになった感じですけど、出雲2号3号、まあ上りが2号、下りが3号ということですね。基本セットに、造血の2両セットを加えた10両編成です。一番後ろはダミーカプラーですかね。ということで、GR マグがついてます。で、もうこの頃はね、山陰本線も京都から電化されてたかもしれない。ちゃんと連結しない。乗ってくれたでしょうか。靴は剥がれん。中間台車がうまくはまってない。
いろいろあったんだよ。俺がガキの時から。どんなこと？美人によってな。何でしょうか。よけばいいのに手に進んだって。はい、京都から終点まで DD51 の設定ということで。向こうが掃除だったこともあるのね。だけどおじさんの方が逃げ腰になっちゃうんだ。見てて歯がゆくてさ。じゃあ松尾さんにも遺伝してんや。どういう意味だよ。さあ。うまく乗ってくれてないみたいですね。ねえ、脱いで。え？トレーナー脱いでって言ってるの。どうして？ええから抜きなさいって。ちょっと分かった分かった。なんで？早く。分かりました。この直線区間がここの部分だけなので。いい、ありがとうございました。